キャノンさんで一番言われていること何かって言われると白が綺麗。ゆるフォト。はい、どうも皆さんこんにちは、たかしでございます。今日もねゆるゆるっと写真の解説していきたいと思っています。今日はね以前お話しておりました 50mm の EOS R と α7R4 F1.2 と 1.4 のレンズで戦っていきたいと思っております。まずキャノンさんのレンズ RF50mmF1.2LUSM というレンズになります。これね、キャノンさんの RF レンズの 50mm ということで、F1.2 でね初めから出してきました。でこれに対しソニーさんはね α7R4 につけるのはプラナーの 50mmF1.4 ということになっております。でね今回から長ったり初めの解説っていうのをちょっとできるだけコンパクトにしようと思いました。もしねコンパクトの方が良かったっていう人はいいねボタンを押していただけるとちょっと今後の動画作りの参考になりますんで何卒よろしくお願いいたします。ではね、まずスペックの比較、この2本のレンズのスペックの比較をしていきたいと思います。まずねカメラの基本情報はこんな感じ。まず発売日見ていただきますとだいたい2年ぐらい違うんですね。でこの2年っていうのはね結構ミラーレスっていうものがこう構築されている中で技術の進化がすごく著しかった期間なんですね。なのでこの期間っていうのは結構でっかいんじゃないかなというところを考えております。で重さ、キャノンの方は 950g、 そしてソニーの方は 778g となっております。やっぱりここにね F1.2 と 1.4 の差が出ているんじゃないでしょうか。はい、次、レンズ周りの情報ですね。こんなようなフィルターであったりレンズ構成であったりというふうになっています。で絞りはね両方とも16まで対応しておるようです。でね最短撮影距離こちらね見ていただくとこんな感じ。なんかキャノンさんの方がやっぱり近くて使いやすいのかなっていう感じはします。はい、次にね並べた外観っていうのをちょっと見てみましょう。こんな感じです。どうぞ見てくださいよ。これもう大きいでしょ。やっぱりねF1.2 っていうレンズにするためにはこれぐらいのねサイズを取らなければいけないということになっております。はい、というわけで、こんな感じに軽く解説を終えまして実写の解説編に行きたいと思っております。ゆるフォト。この日はね、ちょっと曇りがち、そして、時間帯的には2時から4時5時ぐらいまでの時間で場所は代々木公園でね許可を取って撮影をさせていただきました。ちょうどね、夕日の出るタイミングだったりっていうのは見れたんで良かったです。まずね、ごめんなさい、僕が被写体なんですけれども、ボケ方の比較っていうのを見ていただければなと思います。では早速いきます。 F1.2 これはねキャノンさんの方しかないのでキャノンさんだけの写真になります。どうでしょうね、しっかりと浮き出て見えるような感じになってるんじゃないでしょうかね。次 1.4 これね、ソニーさんとキャノンさんで比べてあります。こんな感じです。そんなにね優位差があるかって言われるとどうかなっていうところなんですけど、なんかねソニーさんプラナーのこの発色がちょっと弱すぎて何とも言えないですね。まあ、ただボケはどっちもまあまあっていうところでしょうかね。次 1.6 比べてみてもそんなに違いはないかなと思いますね。次 1.82.0 2.2 2.5 4.0 これなんかシャボン玉がいい感じに入ってきてるな。で8ということになっております。これねもうほんと夕方の時間帯に撮影したんでホワイトバランスがオートでもこんな感じでだいぶねブレブレというか青より黄色よりみたいになっちゃってるんですけど、でもまあボケ単体で見ると個人的にはプラナーの方が好きかなっていうボケをしています。では次写真いきましょう。実際ね、モデルさんを使いまして写真を撮っております。まずキャノンどうでしょうね。これね F1.4 で撮っております。そしてソニーさんプラナーの方ですね。それで2つ並べて比べてみるとこんな感じです。どうでしょうね。
ちょっとプラナーの方が汚いかなっていう部分はこの左上のあたりのエリアを見ているとちょっとボケの感じがわかると思うんですが、若干汚いかなとも思います。でちょっとアップにしてみますとこんな感じ、ちょっとねプラナーさんの奥の目にピントが合っちゃってるかなっていうところでもあるんですけど、やっぱり若干ね描写は甘いかな、改造が甘い。では次いきます。こちらも F1.4 で撮影した作例、キャノンさんのものになります。どうでしょうね。で次ソニーさんで比べてみますとこんな感じ、どうでしょうかね。やっぱりちょっと若干プラナー、ソニーの絵の方がボケが汚いかなというところがあります。で改造もキャノンの方がしっかりとしているんじゃないかなと思います。でね、これを見て一番よくわかる特色としては、ソニーはちょっと緑より青よりっていうのかな、ターコイズブルーがちょっとふわっと乗っている感じがしますよね。これが多分レンズのせいなのか本体のせいなのかっていうところだと思うんですけど、この2つを比べてみるとこのぐらいの描写の差が生まれるということになります。アップにしてみましょう。そう、このぐらいね解像力に差が生まれます。どうでしょうね。やっぱりちょっとプラナーの方がぼやっとしてる感はありますよね。でね、多分なんですけどこれもうちょっと絞ると改善するんじゃないかなと個人的には思ってます。やっぱねソニーは開放で撮っていて、キャノンの方は一段絞っているんですよ。なのでそういったところのね差が顕著に現れてるんじゃないかなという予想を立てております。次も 1.4 での撮影になります。キャノンさんでソニーさん、どうでしょうね。後ろのねボケ方なんかもほぼあんまり変わんないですね。ほぼほぼ、同じグレードと言っては変ですけれども、解像力っていう面においてはやっぱりキャノンさんに分が間違いなくある。その他の部分に関しては、そんなに変わりがないというのも変ですけれども、あと色のり以外は、そんなにボケがどっちが綺麗汚いとかっていうような問題ってそんなにないのかもしれないですね。今度はね噴水のところ、はい、いい写真ですね。後ろに人たちがいるんですけど綺麗にボケてますよね。 F2.0 ぐらいだともうこんな感じでボケていくので、そんなに人がいてもね背景の一部に入ってくれるというか溶け込んでくれるようなそんな撮影になるかなと思います。でソニーさんの写真こんな感じ、これはこれで素敵だな。で2枚を比べてみるとこんな感じ。正直ね、キャノンさんで一番言われていること何かって言われると白が綺麗っていうのを昔から言われているんですよ。これね、この写真を見ていただくともうその白が綺麗っていうのが一目でわかるんじゃないでしょうかね。やっぱりねソニーさんはこの絵っていうのはすごく綺麗ですし嫌いじゃないんですけど、このキャノンさんのホワイトの純白さっていうのに比べるとやっぱりねちょっと黄ばんでいるというか黄みがかっている写真、青みがかっている写真の方に振られてしまっているんじゃないかなと思います。青じゃないか、緑寄りかな。ただ両方これは写真としては成立しているので、あとは好き嫌いみたいな感じかなと思います。でこれもねアップにしてみますとやっぱりね解像力の差がね見えてくるんですよね。はい、じゃあ次行きましょう。今度はね日陰の中での撮影で後ろに玉ボケがポポポーンってあるような状況で撮影をしてみました。またこれ綺麗ですよね。木々に反射する光っていうのがキラキラっと輝いてます。でソニーさんこれもね綺麗ですね。やっぱりねソニーさんの方が緑は綺麗なんですよね。生きている緑の色っていうんでしょうかね。で2つの写真を比べてみましょう。こんな感じ。これもね F1.4 での撮影になっているんですけれども、しっかりね奥ボケてますよね、綺麗に。
でアップにするとこんな感じ。アップにすると解像感の足りない感じがねやっぱりどうしてもね見えてきちゃいますね。これはさっきと似ている状況なんですけど、もうちょっと日が入っている状況になります。これはねもう人が綺麗に、色が出たというか、まあ、人が綺麗に際立ったので、これを選択させていただきました。このね後ろのなんか小屋みたいなのがあるのはちょっと残念でならないんですが、非常にね可愛く撮れてるんじゃないかなと思いました。でこっちがソニーさん、ね、ソニーさんの方も素敵ですよね。うん、抜群ですね。で2枚を並べてみるとこんな感じ。解像が全然違う。ただね、いい感じで、なんていうのかな、改造してないっていう意味で言うと、プラナーさん、これはこれでありなんですよね。こう見比べた時に、小さな粗までよく見えてしまうっていうのを改造してしまうことのダメなところでもあるので、まあ、こう見てみると、まあ、両方ありというか、プラナーさんも好きな絵ですし、キヤノンさんもいい絵なんじゃないかなと思います。でアップにして比べるとこんな感じ。人のね肌の再現としてはやっぱりキヤノンが秀逸かなとは思いますね。ちょっとホワイトバランスがねやっぱりソニーは残念かなっていう部分が若干人だけで見るとありますね。でねこれ絞り 2.8 で撮ってるんですけど、ここまで絞るとね2つの差っていうのはやっぱり縮まってるような感じを受けます。結構ね改造してきているんじゃないでしょうか。開放で逆光を撮るとどんな感じかということで撮ってみました。もうね太陽さんとかは全然明るすぎていなくなっちゃってるんですけど、逆光で人物を撮るとこんな感じで、これは F1.2 で撮ってます。でソニーさんの F1.4 の写真はこんな感じと、まあ、両方綺麗ですよね。で並べて比べてみますとこんな感じ。どうでしょうね。やっぱり背景のね綺麗さはね確実にプラナーなんですよね。ただ人物の肌の再現とかを見るとやっぱりキヤノンに分ができてしまうような感じを受けます。で次これをちょっと絞って撮ってみました。 2.8 ですねのキヤノンさん、いい感じにねフレアが綺麗になってますよね。でソニーさん、これもねほんと綺麗にフレア入ってると思います。そして2枚を比べてみるとこんな感じ。2.8 まで絞るとねやっぱり両方ともいい写真というか、ソニーの方もねより洗練されたものになるので非常に安定した絵が出てきますね。はい次、これもね、逆光で撮影をしています。まずね F1.4 のキヤノンさん、とても素敵なんじゃないでしょうかね。この距離でも自然と後ろの目がボケている感じ。あんまりね開放で近づきすぎるとすごく不自然な絵になっちゃうことっていうのも多いんですけど、バッチリ決まってますね。でこっちがソニーさんの F1.4 の写真なんですが、あーもうこれいい写真だわ。味わい深い写真っていうのがねプラナーさんの方が多いかなってここまで見ていると思えますね。次絞り4まで絞るとどうなるかということでキヤノンさん、非常にすっきりいいんじゃないでしょうかね。改造はすごくされていますよね。でこれソニーさんの F4 の写真、フレアがねやっぱりこっちの方が多いですね。ちょっと並べて比べてみましょうか。こんな感じ。4まで絞るとキヤノンさんはフレアがあんまり入んなくなる。でもプラナーはフレアは残っているということで、味わいのある写真ならプラナー、くっきりはっきりならキヤノンという感じになるんじゃないでしょうかね、これを見るとね。はい次、はいということでね、前回も出ていただきましたモデルさんのお写真の続きになるんですけど、まあ見てくださいよ、もうこの代々木公園がセントラルパークのようですよね。もうたまらんたまらん写真ですね。でこれは F2.8 で撮影をしております。で次ソニーさん、
うん、これもいい。何がいいってね、背景のこの緑がたまらないですね。うん、いい写真だな。はい、で2つを並べてみるとこんな感じ。やっぱりね、キャノンさんの写真のこの人物描写っていうのは素晴らしいですね。うん、背景で言うとね、やっぱりプラナーの方が味わい深いものっていうのは出るんですけど、やっぱりこと人物で言うとね、しかもキャノンさんこのタイミングでフレアがちょっと乗っちゃってるんで、もうなんかすごいいい絵になっちゃってますよね。うん、でアップにするとこんな感じ。うん、素晴らしいね。じゃあ次いきます。これも逆光で、でちょっと絞り気味の F1.8 での撮影になります。どうでしょうね、もうパーフェクトですよね。ちょっとこの中、インナーというかジャンパーの中が出ちゃってたのは失敗だったんですけど、いい感じでね、撮れてるんじゃないかと思います。ゴーストちょっと出てますね。次ソニーさん、ソニーさんもゴースト持ってますね。なんかでもこのゴースト感、ソニーさん綺麗ですね。うん、素晴らしい、両方素晴らしい写真だと思います。で2枚比べてみるとこんな感じということでね、やっぱりね、くっきりはっきりのキャノン、味わい深いソニープラナーですねという構図がなんとなく出てくるんじゃないでしょうか。アップにしてみましょう。こんな感じ。やっぱりね、フレアっていうのが余分に乗っているというか、その分ね、解像が落ちているみたいな、そんな感じになっているんじゃないかなと思います。次も F1.8 で撮影をした写真になります。うん、いいんじゃないでしょうかね。もうね、このモデルさんね、どんな風に撮っても絵になるんですよ。素晴らしくかっこよくて、素晴らしくクールなんですよね。で次ソニーさん、うん、これもいい写真。やっぱりね、背景の緑が綺麗ですね。で比べてみましょう。こんな感じ。うん、こうやって見るとそんなに遜色はなくて、まあ、色の表現っていうのが違う写真かなと思います。キャノンはね、ちょっとクールめの色の出し方になってますね。でアップにしてみるとこんな感じ。やっぱりアップにしてみるとね、このキャノンさんの解像力っていうのは爆発的に分かってしまうんですよね。不思議だな、こんなに画素数違うのにな。はい、次なんかね、かっこいい木があったんで撮ってみました。なんかもうすごい絵になりますよね、これね。でソニーさん、うん、この色合いたまらないですね。これがプラナーの実力ですね。うん、このね、フレア感っていうのがもう非常にね、この色合いとマッチしてすごく味わい深い写真になってると思います。いいな。で比べてみるとこんな感じ。うん、まあ明らかに白のキャノン、そして味わい深いソニーのプラナーという感じになっているんじゃないでしょうか。うん、素晴らしいね。はい、次、まあ、似たような写真なんですけれども、またキャノンさん、もう太陽がね、ふわっと入ってきてますね。でソニーさん、これもね、太陽がふわっと入ってきてる瞬間になります。で比べてみるとこんな感じ。うん、よほども素晴らしい写真ですね。うん、本当あれだな、セントラルパークだな。次これもね、ちょっと右側に寄せた構図で撮ってみました。かっこいいですね。このね、ゴーストが左足のところに乗っちゃってるんですけど、うん、非常にね、ボケの感じといい、人物の描写といい、もう満点なんじゃないでしょうかね。でこれがプラナの写真になります。たまたまね、角度的にゴーストとかを免れたんですけれども、これね、やばいやばい写真ですよね。もう味が出まくり、もう人物の色合いとか影の色とか、このフレア感とかも含めね、素晴らしい味が出てると思います。今回ね、キャノンさんの EOS R に RF50mm F1.2L USM をつけて撮影をしたものと、
ソニーさんの α7R4 にプラナーの 50mmF1.4 をつけて撮影したものを比べてみました。これね、近年の2年間の、レンズの新しさの差っていうのは結構大きな差だと思うんですけれども、それをね補ってもあまりやるぐらいプラナーさんはねすごいいい味を出してました。まあそもそもね、会社が違うのでホワイトバランスとか色の作り方、絵の作り方っていうのは変わってくるんですけれども、非常にねこのレンズ味わいが深い、いい絵が出る。決してね解像力とかっていうのを比べてしまうとキヤノンには勝てないんですけど、でもねすごく味わい深い写真っていうのが出るということが分かりました。で一方キヤノンさんの方の RF50mmF1.2 はまず当然 F1.2 ですごくボケます。まずねこれはすごいアドバンテージで、 F1.4 に合わせた段階でもう一段絞っているので、よりね鮮明な写真っていうのは生まれやすいと。でその上でそのまま F2.8 ぐらいまで絞るともうだいぶね解像バッキバキになりますんで、これはね使ってて楽しいレンズになるんじゃないかなと思います。でねやっぱり今回見ていて分かったんですけれども、キヤノンさんの色の作り方、やっぱりね白が綺麗なんですよね。もうねあの噴水のところでの写真、これ見比べていただくともうすごい分かると思うんで、もう一回ちょっと見ていただけるといいのかなと思います。最後にね写真をギャラリーとして流していきたいと思いますので、よろしければ最後まで見ていっていただければと思います。今回ね前半の部分だいぶサクッとまとめてみましたので、ちょっとねこっちの方が良かったなとか、前の方が良かったなとかっていう意見、ぜひコメント欄であったりとか、いいなと思ったらグッドボタン、そしてチャンネル登録をしていただけるとありがたいかなと思っております。ぜひね皆さんによりよく届けられる動画にしていきたいかなと思っているんで、ちょっとねどんどん改造していきたいんですね。そのためのヒントをもし、いただけるようでしたら、ぜひコメント欄等でいただけると嬉しいです。では本日の動画以上になります。次回ね 85mmF1.2 と F1.4 を対決させます。EOS R と α7R4 の描写、なんとなくね方向性というかどんな感じなのかっていうのは分かってきたと思います。これがねポートレートに最適と言われる 85mm でどんな描写をしてくれるのかっていうのがすごく楽しみなところだと思います。次回もね楽しみにしていただければと思います。それではありがとうございます。この後ギャラリー流します。